トラファルガー線駅は1805年の大部分を費やして展開されたフランスとスペイン両国の海軍連合艦隊による軍事作戦とこれに対抗したイギリス海軍の動きを指す。仏西両国の長期にわたる複雑な艦隊戦術とこれへの妨害行動を指す。これは英仏海峡の強行突破を図るフランス側のいくつもの作戦計画を積み上げたものであり、海峡突破によってイギリス侵攻を成功させようとするものであった。しかし、作戦は極端に込み入っており、実際的ではないことが明らかになった。ナポレオン自身が作戦計画は部分的にはフランス側の狙い通りに運んだが、最大の目的であった海峡突破は遂行できなかった。この作戦は大西洋上何千マイルにも及ぶ海域で展開され、その間に数度の海戦が起きたが、その最も大きなものが10月21日のトラファルガーの海戦であった。この海戦では、仏西連合艦隊が大敗を喫し、またこの戦闘名が作戦全体を指す名前ともなった。11月4日のオルテガル岬の海戦での最終的な残敵走者により、連合艦隊は完全に壊滅し、これでイギリス海軍の海上制覇権が保障された。ナポレオン1世1798年、かねてより、イギリス侵攻を目論んでいたナポレオン1世は、直轄軍であるアーミー・オブ・イングランドを英仏海峡岸に駐留させた。ナポレオンは、エジプトとオーストリアの作戦に集中しており、また、アミアンの和約が締結されたため、1802年に、この侵攻計画は一旦棚上げされた。1803年には再び衝突が始まって、この計画が復活し、ブローニュ郊外の野営場に陸軍部隊が集められ、侵攻艦隊を招集する準備が行われた。侵攻を成功させるにあたって、主な妨げとなるのはイギリス海軍だった。しかしナポレオンは、英仏海峡をフランス艦隊が6時間支配することさえできれば、フランス軍が予定していた出発地はイギリス海軍に情報をつかまれ、厳重に海上封鎖されていたが、海軍第一卿のメルヴィル卿ヘンリー・ダンダスは動員できる艦船の不足に陥っていた。もし仏西連合艦隊がほんのわずかな間でもイギリス艦を持ち場から遠ざければ、フランスの侵攻部隊は何者にも邪魔されずに海峡を横断できるはずであった。フランス側の目標は少なくとも一時的に海峡を支配することであり、他方、イギリス側は万難を排して、これを阻止しようとしていた。ホレイショ・ネルソン・レミュエル・フランシス・アボット作ナポレオンは1804年7月から1805年3月にかけて4つの異なる戦略を提案した。その一つ一つの目的は大艦隊を集結させ、英仏海峡へと前進するものだった。いずれの戦略にも共通していたのは、海峡を封鎖しているイギリス海軍の一部あるいは全てをおびき寄せ、フランスの数カ所の艦隊を統合して、港で睨みを利かせているイギリス艦隊による封鎖を解き、フランス艦隊を英仏海峡まで前進させてから、ブローニュに向かわせ、侵攻部隊を上艦させて護送するという計画だった。ナポレオンは、第一の計画を、1804年5月に提唱した。それによると、1804年の7月から9月の間に、ルイ・レネ・ド・ラトゥシュ・トレヴィル提督下の10隻の戦列艦と11隻のフリーゲート艦が、トゥーロンから包囲を突破した。この艦隊は、巡回中のホレイショ・ネルソン指揮下のイギリス艦隊をうまくかわし、大西洋に出て、フェロル沖のアレクサンダー・コクラン指揮下の艦隊がいるところをそっと通り過ぎて、ビスケー湾に入る。そこで、他の6隻の戦列艦と合流して、ロシュフォールに向かう。その一方で、オノレ・ジョゼフ・アントワーヌ・ガントーム中将式の23隻の戦列艦が大西洋を目指して、うまくいけば、ウィリアム・コーン・ウォリス提督指揮下の海峡艦隊に勝つ。そこで、トレヴィルが海峡を堂々と航海して、ブローニュに向かい、侵攻艦隊を無事に、イギリスへ護送する。こういう内容であったが、この計画は複雑であり、また、天気がいいこと、コクランとネルソンの艦隊を避けて通れること、コーンウォリスがおびき寄せられることといった可能性の低いことを条件としたものだった。この計画は実行に移されなかったトゥーロン艦隊のトレビルはネルソンと交戦する危険を冒すよりもトゥーロンに泊まることを選んでいたが、そのトレビルが8月19日に急逝したため、この計画は頓挫した。グアドループのあるリーワード諸島、対岸にスリナムがある。セントルシアやマルティニク、ドミニカを要するウィンドワード諸島。トレビルの死後に変更が加えられた進行計画は前のものよりもかなり野心的で柱をなす3つの独立した作戦からなっていた。この計画はトレビルの後継者でトゥーロン中流のピエール・シャルル・ジャンバティスト・シルベストルド・ビルヌーブが10月21日に5600人の部隊を乗せた10隻の戦列艦を地中海へと出港させ、ネルソンの艦隊をかわした後、カディスからエーグルを合流させ、ジブラルタル海峡を横切り、その後、1800人の兵を2隻の艦に乗せて、分遣するとされていた。それからビルヌーブは、残りの部隊を連れて、西インド諸島へ向かい、一方2隻の分遣隊は、3つの作戦のうちの1つを遂行する任務に就く。2隻は、セントヘレナへ向かってこの島をイギリス軍から奪い、その後に北へ戻ってセネガルへ上陸し、西アフリカでの紛争を扇動する。その間、エドゥアール・ジャックブルグ・ド・ミシェシ少将が11月1日に6隻の艦隊に3500人の部隊を乗せてロシュフォールから西インド諸島へ向けて出港する。イギリス側の封鎖をかいくぐったこの艦隊は西インド諸島でマルティニークとグアドループのフランス軍を増員し、イギリス領のドミニカとセントルシアを攻略する。ここまでの目標を達成したところで、ビルヌーブとミシェシが合流して、15隻の戦列艦と5000人の部隊となり、この戦力でフランスはスリナムを奪い、他のオランダ領とイギリス領の植民地を攻略してから大西洋を横断して戻ってくる。ビルヌーブとミシェシが、西インド諸島で任務に就いている間、ガントーム率いる21隻の戦列艦が18000人の部隊を乗せて11月23日にブレストを立ち、英仏海峡を横切って北海に入り、スコットランドの沿岸を航行する。フランス軍はアイルランド北岸のスーイリー湾に到着し、部隊を上陸させる。全軍挙げてのアイルランドへの侵攻が進んでいる間、ガントームは、アイルランド西海岸の周囲を航行し、西インド諸島から戻ってくるビルヌーブとミシェシと合流するためにウェスタンアプローチに入る。40隻近くの連合艦隊により、フランスは英仏海峡からブローニュを一掃しながら航海し、この計画の3つ目にして、最後の目標であるイギリス侵入を成し遂げる。しかしこの計画も天候に恵まれ、イギリスが介入しないことが条件で、しかも何千マイルも離れた艦隊同士での意思伝達は突如変更されることもあり、実行はかなり不可能であった。イギリス軍がガントームへの命令を発足したため、計画は中止され、実行に移されなかった。エドアール・ジャックブルグ・ド・ミシェシヨーロッパの軍事情勢は1805年に大きな変化があった。スペインがフランスと同盟を結んだものの、ナポレオンはオーストリアとロシアのことでやきもきしていた。この両国はどうもイギリスと交渉しているように見えたからだ。部隊の大部分が英仏海峡を渡ってしまうと大陸側に呼び返すことが難しいことがはっきりしてきた。呼び戻すことが難しくなるからだ。もしロシアとオーストリアが同盟を結んで東に二次戦線を開けば、ナポレオンはその対処で大きな圧力を受けることになるだろう。ナポレオンは一時的にイギリス侵攻計画を保留にすることに決めた。そして作戦が発動されないため仕事のない大艦隊にイギリスに対して紛争を起こさせる新しい戦略を推し進めた。ビルヌーブとミシェシは部隊を上艦させて艦隊を海へ出し、西インド諸島まで航海してそこのイギリスの植民地を攻撃させた。これによりイギリスは自国の植民地を守るために動員できる資源を新たに割り当てせざるを得なくなる。ミシェシは1月11日、時間通りに5隻の戦列艦を率いて、ロシュフォールを出港し、トマス・グレーブス中将の封鎖を巧みにかわして、大西洋へと抜けた。アレクサンダー・コクランが、このフランス艦隊を追跡し、双方とも西インド諸島へと向かった。ブローニュの部隊を越兵する、ナポレオン・ビルヌーヴは、1月18日に、やっと、暴風の中をトゥーロンから出港した。この出港は巡回していたイギリス艦シーホースとアクティブに気づかれ、2隻はラ・マッダレーナに上陸していたネルソンの元へ駆けつけて、これを報告した。ネルソンは即座に自分の艦隊を出港させた。天候の具合、そしてフランス艦隊には陸軍部隊が乗っていたことから、ビルヌーヴが東に向かっているとネルソンは考え、おそらくはイタリア沿岸か、マルタ島もしくはサルデーニャ。さらにはギリシャかエジプトを攻撃するのではないかと結論付けた。ネルソンはサルデーニャ南部でフランスを阻止しようと南に急いだが、1月25日になってもフランス艦隊は現れず見失ったのではないかと気をもんで、さらに東へと推し進み、ギリシャに入り、その後2月7日にはアレクサンドリアに到着した。フランス艦隊に関する情報はなく、ネルソンは西方へ戻り、2月19日にマルタに着いたところでフランス艦隊がトゥーロンに引き返したという知らせを受け取った。実はビルヌーヴは出発から2日後に寄港していた。悪天候とそれに対応できるだけの能力がない水兵と艦のおかげでやむなく引き返したのだ。2隻のイギリスのフリゲート艦がフランス艦隊を置き去りにしてネルソンのもとに馳せ参じたため、艦隊は誰にも見つかっていなかった。これはつまり、フランス艦隊が引き返していたにもかかわらず、ネルソンは6週間近くを地中海の悪天候の中を行ったり来たりしていたということだった。ネルソンは苛立ちながら封鎖を再開した。オノレ・ジョゼフ・アントワーヌ・アントームイギリス海軍の様々な艦と司令官たちとによって、フランス海軍は大規模な封鎖を受けており、一方で、主力侵攻軍である9万3000人の陸軍4部隊はブローニュで待機していた。オランダには9隻の戦列艦からなるフランスとオランダの船隊が駐留していたが、こちらはジョージ・エリフィンストーン提督の11隻の戦列艦からなるダウンズ船隊が見張りをしていた。両艦隊はいずれも作戦には参加していなかった。海峡艦隊の主力部隊は15隻の戦列艦で構成されていて、ウィリアム・コーンウォリス提督と副艦であるチャールズ・コットン中将の指揮のもと、ロシュフォール封鎖中のトマス・グレーブズ少将に分遣した5隻の戦列艦の船隊、また、フェロール封鎖中のロバート・カルダー中将が分遣した8隻からなる船隊と共に、ウェサン島からアイルランド沿岸までを巡回していた。イギリス艦隊は、21隻の戦列艦を擁した、ガントーム提督下のブレスト艦隊、3隻、または4隻からなる、ロシュフォール艦隊、そして、グルドン提督下の4隻と、フェロールのグランダラナ提督下の8隻の戦列艦からなるフランスの大西洋艦隊に対して、かなり厳しい封鎖を続けていた。カディスには6隻のスペイン艦と1隻のフランス艦がいて、この7隻も、ジョン・ウォード少将と、その5隻の戦列艦の警戒のもとに置かれていた。他に、カルタヘナに、サルセード提督指揮下の6隻のスペイン艦がいた。トゥーロンを基地とする11隻のフランスの戦列艦は、ビルヌーヴの指揮下にあり、このフランス艦を封鎖していたのが、ネルソン率いる、戦列艦12隻の地中海艦隊だった。イギリス海軍のそれぞれの提督は、多くのフリゲート艦、スループ船そしてブリーク船を思い通りにできた。また、それから遠く離れて、コクランに追跡されていたミシェ氏は、西インド諸島周辺を航海したが、互いに砲火を交えることはなかった。ビルヌーヴがトゥーロンで封鎖されているのが明らかになったことで、ナポレオンから召喚命令を受け、3月28日にミシェ氏は帰国の途に就いた。1805年3月は、ナポレオンにとって大きな前進の時であった。オーストリアからフランスを攻撃しないという言質を取り付けたのである。ナポレオンはイギリス侵攻計画の再開を決め、新しい計画を練った。この計画では、このようになっていた。まず、ブレストのガントームの艦隊は、3000人の部隊を乗せて、フェロールに向かう。フェロールで、カルダーの封鎖戦隊を追い払い、グルドンとグランダリャナの艦隊と連合する。33隻の戦列艦と6隻のフリゲート艦、2隻の物資輸送艦を集めて、マルティニークに向かい、その間に、ビルヌーブの艦隊は3000人の部隊を乗せて、トゥーロンから大西洋へ包囲を突破し、カディスで他に7隻の艦を集めて、西インド諸島へ連合艦隊と合流のため向かう。3つの艦隊ガントームの33隻の戦列艦、ミシェシがそこにいれば、彼の5隻の戦列艦、そしてビルヌーブの11隻の戦列艦マイナスが共に大西洋へ引き返す。敵艦を大西洋で一掃し、新興軍護送艦隊の後尾を守る。ガントームは3月24日には艦隊出港の手はずを整えたが、ブレストはコットン中将の17隻の戦列艦に厳重に包囲されていた。ガントームは戦闘を避けるよう命令を出し、そして天候が自分たちに有利になるまで待ったところ、3月26日に霧が出てイギリス艦隊から立ち去るのに好都合な天候となった。しかし、ガントームが艦隊を出そうとすると、にわかに天候が変わり、霧が風に飛ばされたため、元の場所まで戻るのが難しくなった。一時的に港の外で動けなくなったガントームは、コットンの軍が近づいてきたため、不傷武将戦闘の準備をした。しかしコットンは、夜が近づいていたため、またさすがこの辺りには多く、海岸の砲台のもとに敵艦隊がいたことから、交戦の危険を冒すことをせず、ただ成り行きを見守り、ガントームを監視することにした。翌日風向きが変わり、ガントームは港に戻ることができた。作戦が終わるまで、ガントームとその艦隊は海に出ないままであった。ピエール・シャルル・ジャン・バティスト・シルベストル・ビルヌーブと、次席指揮官のピエール・デュ・マノワール・ルペレーは、トゥーロンの艦隊に戦闘準備をさせるべく急いだ。ネルソン艦隊はバルセロナの近くに配置されており、ビルヌーブは巡回中のイギリス艦隊に会わないことを願った。ビルヌーブはトゥーロンから真南に下ってバレアレス諸島の東を通過する予定だったのだ。ところがネルソンは罠を準備していたのである。スペイン沖で自分の艦隊を目撃させておいた後、サルデーニャ南部まで撤退し、ビルヌーブがイギリス艦隊がいると思われる場所を避けようとすると、ネルソン自身の艦隊にまっすぐ突っ込む仕掛けになっていたのである。ジブラルタルの位置、対岸はモロッコである。ビルヌーブは3月30日に艦隊を出港させ、イギリス艦アクティブとフィービに監視されており、そしてネルソンの思惑通りにバレアレス諸島。しかしこのイギリスのフリゲート艦2隻は4月1日にフランス艦隊を見失い、同じ日にビルヌーブは偶然出会ったスペイン商船からネルソンがサルデーニャ沖にいるのを目撃したと聞かされた。自分が待ち伏せに遭うことを知ったビルヌーブはバレアレス諸島の西に進路を変えた。フランス艦隊の姿は見えず、ネルソンはフランス艦隊の意図するものを理解しないままだった。ビルヌーブはそのままカルタヘナに向かったが、そこで合流するはずだったスペイン艦船は、マドリッドからの命令が未着だとして、合流を拒んだが、ビルヌーブはあえて命令の到着を待たなかった。代わりに、ビルヌーブは、ジョン・オードの船隊の監視を受けつつ4月8日に速度を上げて、ジブラルタル海峡を通過した。カディスで、フランスの74門艦エーグルを手に入れ、大西洋を西インド諸島へ横断しようとした。そのビルヌーブの後ろには、6隻のスペインの戦列艦と、フェデリコ・グラビーナ指揮下のフリーゲート艦がついてきていた。その間ネルソンは、フランス艦隊の出港に警戒していたが、サルデーニャ沖での交戦に失敗したため、フリーゲート艦で、当該海域をくまなく偵察し、何らかの新しい情報を入手することにした。最終的にすべての艦隊を、地中海から撤退させるべきと決心した後に、ネルソンはジブラルタル海峡へ自分で乗り出し、5月8日にオードの艦隊の一隻からフランス艦隊が1月前に海峡を通ったが、北へは向かわなかったという決定的な裏付けを得た。ビルヌーブが西インド諸島へ向かったことを確信したネルソンは追跡を始めた。西インド諸島の地図。宇宙王にセントジョンズを首都とするアンティグアが見える。ビルヌーブは5月14日にマルティニークのフォール・ド・フランスに到着し、それから2日間をかけてグラビーナ率いるスペイン艦隊と合流した。再補給の後、ビルヌーブはこの地に腰を落ち着けて、ガントームの到着を待った。ガントームが未だにブレストに封鎖されているのをビルヌーブは知らなかった。当初はカリブ海のイギリス植民地に命令のないまま大規模な攻撃を仕掛けるのには乗り気でなかったが、ついにマルティニーク総督のルイトマ・ビラレード・ジョワユーズに説得されて2週間もの間停泊して無意に過ごした。あと、ダイヤモンドロックを支配下に置いているイギリスの駐屯隊を攻撃した。ダイヤモンドロックの小規模な駐屯隊は6月2日に陥落した。この時にフリゲート艦デドンが命令を携えてやってきた。命令にはビルヌーブはシャルル・レヌ・マゴンド・メディーヌ指揮下の艦船がさらに2隻来園するのを待ち、シカルの地に西インド諸島のイギリスの植民地を1月かけて攻撃し、攻略するようにとあった。またその後、全軍をヨーロッパに引き上げさせ、ブレストでガントームと合流して、侵攻部隊を守るようにとも記されていた。他に、ネルソンがガントームの偵察のため、エジプトに向かったともあったが、実際にはその時ネルソンの艦隊はバルバドスまで、あと2日の位置におり、6月4日にはバルバドスに入港した。ビルヌーブは部隊を招集し、北のアンティグアへと艦隊を推し進めた。6月7日にビルヌーブは軽装備で護送されていたイギリスの商船団を見つけて、翌日その一部の船を拿捕した。乗員の話からネルソンがバルバドスに到着していたのを知り、これに憤慨したビルヌーブは作戦の遂行をやめて、もう一度北東を目指し、ヨーロッパに戻ることを決めた。艦隊が出発したのは6月11日で、このことに関して、艦隊に乗艦していた陸軍士官のオノレ・シャルル・レイユはこう書いている。我々は7000人から8000人もの部隊を連れて海を制覇していたのに、たった一つの島すら攻撃できなかった。6月4日にバルバドスに着いたネルソンは、1週間前にフランス艦隊が目撃され、南の方に向かったという報告をキレ切れに受けた。ネルソンは追跡態勢に入ったが、この情報は正しくなかった。ビルヌーブと艦隊はバルバドスの北に向かい、日が経つにつれて、より北の方角を目指した。一連の誤った目撃や意図的な誤報、そして全くの偶然などにより、ネルソンは6月8日までは南を目指したが、その8日により確かな情報が届いた。ビルヌーブは今のネルソンの位置よりも北にいて、アンティグアに向かっているという情報だった。6月12日にやっとアンティグアに到着したネルソンは、その前日にビルヌーブがそこを通過してヨーロッパに向かったことを知らされた。翌6月13日にネルソンは追跡に入り、ビルヌーブがカディスを目指しているか、地中海に戻ろうとしているかのどちらかであろうと予想した。しかしビルヌーブは、実はフェロールを目指していた。ネルソンはフランス軍が港にたどり着く前に、彼らを捕捉しようとしていたが、南寄りの進路を取ったため、ビルヌーブたちを見失った。最終的に7月19日にジブラルタルに着いたネルソンは、その後艦隊を進ませて、フランスの諸都市、ブレストは大西洋の、トゥーロンは地中海の主要な位置にある。ジブラルタルに戻る前、ネルソンは文献隊をブリーク艦気流に乗せて海軍本部にやった。6月19日に大西洋を横切っている時、仏西連合艦隊がアンティグアから北に向かっているのをイギリス側の艦船クリューが発見させていた。クリューはその艦隊を尾行し、艦隊がネルソンが予測していたジブラルタル海峡への進路とは違う航路であること、代わりにビスケー湾に入ろうとしていることが明らかになった。この文献隊はこの最新の目撃情報を持って、海軍本部のチャールズ・ミドルトンのもとへ急行した。ミドルトンは、ロバート・カルダー中将下の補強艦隊に、フッツ西艦隊がフィニステレ、岬沖に達したら、迎撃するように指示した。チャールズ・スターリング少将指揮下の戦列艦5隻を艦隊に加えた、カルダーの艦隊は7月22日、フェロールに向けて西に進むフッツ西艦隊の姿を捉えた。カルダーはフランス艦隊を迎撃するため南に移動した。一方でビルヌーブは全軍に戦列態勢を取らせ、北へと移動し始めた。両艦隊はゆっくりとすれ違い、カルダーは艦隊に飢えて回しに舵を取らせ、連続してジグザグに進ませて敵の後衛へと近づき始めた。イギリス艦隊の前衛にいたフリゲート艦シリウスがフランス艦隊の後尾についていたシレーヌを攻撃を仕掛けてついに戦闘が始まった。イギリス艦隊が後衛部隊を切り離すのを恐れたビルヌーブはフランス艦隊の向きを変えさせ、午後5時30分頃にスペイン艦隊の前衛がイギリス艦隊の先導艦を砲撃した。戦闘はすぐに全軍に広がったが、火が落ちたのと、立ち込めた霧と砲煙のため両艦隊は試算し始めた。午後9時半には戦闘は中断され、2隻のスペイン艦が孤立して、イギリス艦隊に拿捕された。翌日になっても、両艦隊はチリジリになったままだった。互いに相手を観察し合ってはいたが、どちらからも戦闘を再開する様子は伺えず、7月24日には、イギリス側に有利な風向きだったにもかかわらず、カルダーは攻撃をしなかった。1805年のフィニステレ岬の海戦、ウィリアム・アンダーソン作7月25日には、両艦隊は互いの視界から去っていった。ビルヌーブはビゴに向かい、カルダーは東を目指した。双方の提督が自分たちの勝利を主張したビルヌーブはナポレオンにこの戦闘後に北へ向かってロシュフォールからのアルマンの部隊と合流し、その後英仏海峡に向かうつもりであったと答えて納得させた。しかし8月13日、ちょうど航海中であったビルヌーブとアルマンのそれぞれのフランス艦隊は互いをイギリスの主力艦隊と取り違え合流する代わりに互いに相手から逃げようとして、ビルヌーブはカディスへ逃げ込んだ。怒り狂ったナポレオンは怒鳴り散らした。なんという海軍、なんという提督だ。これまでのすべての犠牲が何の役にも立っていない。フィニステレ岬の海戦とビルヌーブのカディスへの退却は、イギリスの侵攻に関して言えば、作戦にとどめを刺してしまった。これにより、ナポレオンは英仏海峡の支配の地固めとなる作戦への期待を、捨て去り、イングランド陸軍、改名されて、大陸軍を招集して、ウルム作戦で東へ進み、オーストリアを攻めることにした。トラファルガーの海戦ジョセフ・ターナー作ビルヌーブの艦隊は、カディスで修理を行った。カディスは、イギリス艦による急ごしらえの封鎖が行われており、はじめは、カスバート・コリングウッド少将、9月27日からは、ネルソン中将がイギリスから来て、指揮を取った。ネルソンはそれから何週間かを来る戦闘のための戦術を作成して、それに磨きをかけ、自分の意図を艦長たちが理解しているか確認するために彼らと会食した。ネルソンは連合艦隊相手が伝統的な戦列で来るであろうことを予測して攻撃計画を工夫した。ナイルの海戦、コッペンハーゲンの海戦での自らの経験、キャンパーダウンの海戦のアダム・ダンカンの例、そしてセインツの海戦でのジョージ・ブリッジズ・ロドニーの先例を活用し、敵と同じような平行な戦列を作るよりも艦隊を船体に分割することにした。そうすることによって、その船体はかなりの位置で敵の戦列を切り裂くことができ、混戦が可能になり、この混戦でイギリス艦が敵艦を圧倒して、交戦していない敵艦が支援に戻ってくる前に敵の布陣のあちこちを破壊するという筋書きだった。トラファルガーの海戦の布陣、ピンクがイギリス艦隊、紫がフッツ西連合艦隊。一方ナポレオンはいよいよビルヌーブの行動に不満を抱くようになり、フランソワイティエンヌ・ド・ロジリメスロにカディスに向かって艦隊を指揮し、地中海に乗り出してナポレオン王国に部隊を上陸させ、トゥーロンに寄港するように命じた。ビルヌーブはロジリが来る前に出港することにした。10月20日、ビルヌーヴは出港しようとしていたところを巡回していたイギリスのフリゲート艦に見つかり、どうやら西へ向かうらしいという知らせがネルソンに届いた。ネルソンは縦列を率いて、ビクトリー艦上で交戦に入り、敵艦隊の戦列を切り裂いて、自らが切望した混戦に持ち込んだ。数時間に及ぶ戦闘の後、フッツに主艦隊の17隻の艦が拿捕され、他は破壊されたが、イギリス艦は1隻も失われなかった。この海戦で戦死したイギリスの将兵の中に、戦闘中に敵の狙撃兵により致命傷を負ったネルソンもいた。拿捕艦のうち9隻は、翌日の嵐の中で後に人為的に沈められるか、沈没した。その直後の1805年10月23日の海戦は、スペイン艦サンタアナを再拿捕しようとしたジュリアン・コズマオ指揮下の数隻の艦が追跡をなんとか免れようとして起こったものだった。再拿捕中にコズマオはさらに3隻の艦を強風で難破させて失い、4隻目はイギリス艦隊により拿捕されたが、後にこれも難破した。その後数日をかけて、イギリス艦隊と拿捕されたフランス艦船はジブラルタルに入港した。オルテガル岬の海戦、トマス・ホイット・コン・ブサクフツニ4号同艦隊はトラファルガーの海戦で決定的に壊滅したが、この作戦の最後の戦闘は、それからほぼ2週間後の11月4日に行われた。ル・ペレー少将指揮下の4隻のフランス艦がトラファルガーから逃走してロシュフォールに戻ろうと北を目指した。11月2日、この4隻のフランス艦は36門フリーゲート艦であるイギリス艦フェニックスにオルテガル岬から40マイルばかりの地点で遭遇した。4隻のフランス艦はフェニックスを追跡したが、フェニックスは彼らをリチャード・ストラカン艦長を率いる5隻の戦列艦からナル船隊へとおびき寄せた。ストラカンは船隊に追跡態勢を取らせ、船体の一隻がはぐれたにもかかわらず、11月4日にフランス艦を射程内に入るまで追い詰めて砲撃を始めた。ストラカンはフリゲート艦を使って敵を疲れさせ、前進を阻むと同時に敵艦に片舷傾斜をするのではなく、より大きな自分の機関で敵艦の後部と中央を攻撃した。最終的にストラカンはフランス艦隊を包囲し、4時間にこの接近戦の後、すべてのフランス艦が降伏を余儀なくされた。トラファルガーの海戦勝利を記念して作られたポスター11月の初めには、連合艦隊は壊滅同然となった。2隻の戦列艦がフィニステレで失われ、トラファルガーの海戦とその後の嵐で21隻を失い、オルテガル岬でも4隻が失われた。これらの海戦では、イギリス艦は一隻たりとも失われなかった。フランスやスペインの手中に残された多くの艦は、損傷が激しく、しばらくは任務に用をなさなかった。イギリスは、勝利によって、この19世紀のほとんどにおいて、海上の確固たる支配権を獲得し、イギリスの貿易を確実なものとし、大英帝国を維持することができた。ナポレオンが、陸軍同様に自ら先導したフランス海軍の相次ぐ失敗は、フランスによるイギリスへの侵攻を実現させなかった。すでに侵攻計画は何度か先送りされてはいたが、フィニステレでのビルヌーヴの艦敗、ロシュフォールとブレストの艦隊の連携の決定的な失敗は、ナポレオンに計画を破棄させ、東への遠征の方を選ばせた。双方合わせて74艦を動員した。トラファルガーの海戦は、ナポレオン戦争では、最後の大規模な海戦であった。これ以降は、一番大きな規模の戦闘であっても、12隻以上の規模での戦闘はなかった。1805年以後、フランス海軍の士気は崩壊し、一方で、イギリスにより継続中の港の封鎖は、彼らから能力と意志とを奪い去った。その何年か後、ナポレオンは再び、イギリス侵攻計画の可能性を持ち出しはしたものの、誰の関心も引かず、何の決定もなされなかった。作戦遂行に失敗した海軍の存在は、ナポレオンを幻滅させ、同時にフランスの指揮官の臆病さとこのフランスに対抗するイギリスの決断力、この二つがトラファルガー戦役の真中、様々な部分で浮上し、この作戦でフランス海軍は目的も方向性も失ったまま置き去りにされてしまった。ナポレオンはもともとヴィルヌーヴを信頼していなかった。しかし本来信頼していたトレビルが存命時の時よりもさらに複雑な艦隊運用を信頼の薄いヴィルヌーヴに委任するのは筋が通らず、この点、ナポレオンは艦隊という海軍の戦術に疎かったという見方もできる。マゴンと共に到着した艦は74門のフランス艦アルジェシェラとやはりフランス艦アシルで、この2隻に計850人の兵が乗艦していた。この2隻は80門艦サンラファエルと74門艦フィルメである。カルダーは交戦再開に全力を尽くすのを怠った角で軍法会議にかけられた。トラファルガーの海戦にも参戦せず、罪人であるとの判決を受け、ひどく検斥された。その後、艦上での任務を受けることはなかった。この時ナポレオンは当初はヴィルヌーヴに命令を与えて送り出し、その翌日にヴィルヌーヴの更迭を海軍大臣に命じていた。しかしこれは本来順序が逆である。ありがとうございます。